ここで本日の指揮者をご紹介いたします。当団常任指揮者関実です。木管楽器から金管楽器、そして打楽器まで数多くの楽器の演奏法に熟知し、またクラシック音楽からさまざまなジャンルのポップス音楽に至るまで、その効果的な演奏法のノウハウにも精通し、それらをもとに当楽団の演奏レベルの向上に力を注いでおります。長年の指揮活動の傍ら、さまざまな楽器での演奏活動も続けており、最近ではオカリナ奏者関実として彼のことをご存知の方もいらっしゃることと思います。また指揮に関しては、団員が口を揃えて、こんなに見やすい指揮は初めてだ、関先生の指揮が一番演奏しやすいと話しています。このように指揮者としての秀逸したバトンテクニックも彼の大きな特徴となっております。本日は関実の華麗なタクトさばきをご堪能ください。団員からの絶大なる信頼を誇る常任指揮者関実です。さて、第1部これまで演奏しました3曲は全て日本人作曲家の吹奏楽作品を集めてお届けしました。これからお届けします第1部の後半2曲は、ロシアの作曲家ハチャトゥリアンとチャイコフスキーの管弦楽曲をお送りいたします。ハチャトゥリアン作曲、組曲仮面舞踏会よりワルツ、どうぞお聴きください。